What's up everybody, welcome back to another video reaction, and today I'm gonna watch Attack on Titan season 3 part 2 episode 10, or the last episode of season 3. And in the last episode they are there with Historia and the books from the basement, and then Eren still keep it on secret about Dinah Fritz, and the name of Eren's Titan is Attack Titan. So before you watch it, make sure you guys hit subscribe, thumbs up, comment down below, and also do not forget to follow me on my social media, link in the description below. And I'll let you start it. それぞれ名前がある。これからお前へ継承される巨人にもだ。その巨人は進み続けた。自由のために戦った。名は進撃の巨人。過去にエレンは無垢の巨人を操り、窮地を逃れたことがあります。始祖の巨人の力を扱えるかもしれない。だが、家庭を持て。は？妻で、子供で、町の人でもいい。Armin knows about that. 壁の中で人を愛せだ。同じ歴史を、同じ過ちを。ミカサやアルミン。みんなを救いたいなら使命を全うしろ。ミカサのアルミン。ミカサ？アルミン？ His name is Eren。わからない。誰の記憶だろう。And so… 青き人類を追い出した。世界。しかし、このことを公表すれば、壁は大混乱に陥りますぞ。そうだ。ならばまた民を騙すか。レース王がやったように、何も知らないレース王から王冠を奪ったのだ。公表しましょう。100年前レース王が民から奪った記憶を100年後の民にお返しするだけです。我々は皆運命を共にする壁の民。これからは一致団結して力を合わせなくてはなりません。人間であり、我々と同じ祖先を持つ民族ユミルの民だった。我々の王は100年前にこの壁を築き、巨人の力で民衆の記憶を改ざんし、壁の外の人類は滅亡したと思い込ませた。だが人類は侵攻を開始する。それが5年前から始まった超大型巨人らの襲撃である。と病性は少なくとも我々がずっと抱いていた疑問とは辻褄が合ってる。そんな話、そこが前の王様よりイケてるところさ。または働く者として。どうも。ああ、今度は調査兵団を担いで記事を書くと。や、壁の英雄たちよ。ヒッチ来てたのか。あんたたちが来ん。マルロは最後まで勇敢だったよ。そうだろう、フロック。話してやれ。ああ、俺と同じキューブを入団の新兵で、その中でも俺たちをよくまとめてくれた。仲間を鼓舞し続けた。うん、あいつはすごいやつだったよ。知ってる。だから私の言うことなんて聞かないんだろうね。でも最後あそこに行ったことを後悔しただろう。No. ありがとう。式でヘマしたら笑ってやるから。おい、なんでそんなこと。エルヴィン団長を生き返らせようと必死だったことは知ってる。そうだ、お前じゃなく報告書を読んだ誰もがそう思った。なんでエルヴィンじゃないんだって。お前がアルミンの何を知ってるって言うんだ。言ってみろよ。知らないな。俺は幼馴染じゃないし。でもなんでアルミンが選ばれたかはわかる。お前ら二人とリヴァイ兵長が市場に流され、注射薬を私物化し合理性に欠ける判断を下したからだ。要は大事なものを捨てることができなかったからだろう。なあ、もうお前そろそろ黙れよ。
何だって自分が一番正しいって思ってんだろう。だから最後まで諦めなかった。聞き分けのねえガキみてえに。エレン、もういいから離れて。その点ミカサはまだ大人だった。最終的には諦めたんだから。オーケー。おい、急に何だったんだよ。フロック、式の場なんだぜ。なんでもう終わった話を蒸し返すんだよ。お前らは止めるわけでもなく、ただ見てただけだったよな。何の勲章だ？誰を弔う？これから補充する調査兵団には本当のことを言えよ。俺みてえな腰抜けが間違って入ってこねえようにな。エルヴィン団長なしでこれからどうするつもりなんだよ。そりゃ俺みてえな雑魚使い捨てるぐらいしか使い道もねえだろうが、そんな雑魚にだってな、寝踏みする権利くらいはあるだろう。フロックが正しい。アルミンの。エルヴィン団長が帰ることができるのは僕じゃない。なんでそんなことがわかるんだよ。正しい選択なんて未来は誰にもわからないはずだ。リヴァイ、大体お前は見たのかよ、壁の外。海。そうだ、海がある。でもまだ見てないだろ。俺たちはまだ何も知らないんだよ。炎の水も可能性はいくらでも広がっている。きっと壁の外には自由が。あ、エレン、エレン、リメンバルだ。おい、ガキども、時間だ、並べ。ああ、ああ、地下室にあったものは何だ。希望だったのか、それとも絶望か。敵は果てしなく強大だった。このまま何も変わらなければ自分の命ぐらいいくらでも捧げてやるのに。Historia's hand and then boom. 覚悟がない。どうすればいい。こんなこと誰にも。私は壁の外から来たエルディア人。あなた方と同じユミルの民です。壁の王よ。今すぐ壁に攻めてきた巨人を殺してください。妻や子供たちが、壁の民が食われてしまう前に。あ、ヒストリア doesn't know about that.It's only Eren who got that vision. So see. トロストクの巨大な土から巨人を潰す音が聞こえなくなったのは、雪の降り積もる頃だった。積もった雪が溶け出す頃、ウォールマリア内の巨人は掃討されたと発表した。トロストクから昇降機が解放され、街道の舗装事業が開始される頃には、草花が芽吹き、一年が経過する頃であった。最初の超大型巨人襲来から6年。調査兵団は。お前の読み通りだ、ハンジ。ウォールマリア内に入っていた巨人がほとんどだった。俺たちは奴らを1年でほぼ淘汰しちまったらしい。そんじゃ予定通り。Eren's hair is longer, right?あ、あ、おめえ、巨人だ。あそこに。あ、動けないのか。あの体で少しずつ張って
壁まで進もうとしたんでしょ。おい、僕にされた俺たちの同胞だ。And the eyes. 行こう、近いぞ。おい、こいつをこのまま置いてくのか。殺さなくていいのかよ。くそ、This is so cool, man. Oh, nothing. Oh, they're here. 間違いない。ここの場所で、そしてあの先に。That is C, Armin. You finally see it. Look at their faces. Well, Eren is not too surprised because he knows it from the memories. Yeah. Ah, the dreams come true. ハンジ、ハンジ、毒かもしれないから触るんじゃねえ。リーバー、you should try it too. ミカさん、so cute. ほら、言っただろう。僕が言ったこと。間違ってなかっただろう。なねえヘレン、これ見てよ、壁の向こうには海があって、海の向こうには自由がある。ずっとそう信じてた。でも違った。海の向こうにいるのは敵だ。ああ、向こうにいる敵全部殺せば俺たち自由になれるのか。They finally found the sea there.And Armin's dream come true. And unfortunately, Erwin cannot see that. And the memories after Eren touched Historia's hand, right there, it's not Grisa killing the Reis family, but Grisa asked for help to them. But maybe they don't want to, so that's why Grisa attacked them and.Kill all of them, stole the power of Rida and give it to Eren. When Eren touched Historia's hand, there is those memories, only Eren can see that. Historia cannot see that. So the first episode, there is a Eren shadow there. It's here. They are in the sea already.So, yeah, thank you guys so much for watching. I hope you enjoyed. Make sure you guys hit subscribe, thumbs up. Have a great day. See you next time.